唐突な終わり、永遠の始まり、こちら読ませていただきたいと思います。じゃあ読みますね。私には小学校からの付き合いの親友がいる。そのことはいろんな話をしたし、家族以上の付き合いだと私は思っている。好きな人が同じになって喧嘩しちゃったこともあるけど、結局最後には仲直りをしているぐらい深い付き合いだ。二人には共通の趣味があって、ホラー映画をよく一緒に見ていた。いつかすんごい怖い映画作るんだって夢をいつも語っていた。親友はそれが高じて映画制作関係の仕事までするようになった。私もホラーが好きだし、親友にはいい映画を作ってもらいたいから、深夜に二人でずっと語っていたこともある。私はというと、小さい会社のつまらない事務仕事。親友はたまに映画制作の現場に連れて行ってくれたりした。ホラー好きの私としてはすごい興味があったし、撮影風景を食い入るように見つめていた。その日は撮影最終日で、打ち上げに参加させてもらえることになった。みんな大変だったのか、泣いている人もたくさんいた。打ち上げはもう大盛り上がりで、私も話を聞いているだけで楽しかった。そんな中で私は一人の男性と意気投合したんだ。その人のホラーの談義はとても興味深かったし、朝まで話しちゃったぐらい。その後も親友に連れられ撮影現場に行くことがあった。何度も足を運ぶうちに気の合った男性と付き合うことになった。いつもホラー談義で熱く語っていて、聞いているのが楽しかった。ある時、彼が撮影する現場探しに付き合ってほしいってことだったから、一緒に行くことにした。そこは山の中で、ほとんどの木は枯れていて、おどろおどろしく、何か出そうな雰囲気があった。彼は、いいね、ここ。噂通りだ、なんて言って興奮しているようだった。私はというと、何かずっと見られてるような気がしてならなく怖かった。数時間下見をして日も落ちてきたので帰ろうとした時、遠くの方にある枯れた木の横から頭と体の上部だけを覗かせている人がいた。あれは間違いなく人。彼にあっち見てと言ったが、見てもらった時にはすでにもういなかった。怖かったからすぐ帰ることにした。そういえばさっきいた人、何かをこっちに向けていたような。遠すぎて何かわからなかったが、すごく気になった。でも思い出すと怖いので、なんとか忘れることにした。しかしその人は何度も私の前に現れ、いつも遠くの方から何かをこっちに向けていた。さすがにストーカーかなんかだろうと彼と相談し、警察に相談した。相談した警察の人は優しい口調ですぐに対応してくれ、見回りを強化するので安心してくださいと言っていた。こんなさなか、彼はある大きな撮影を任されたそうで、どうしても行かなくちゃいけないらしく、私は一人でいなくちゃならないのかと思うと怖かったけど、警察も見回りをしっかりしてくれているそうだし、なんとか自分に言い聞かせ、彼には撮影に行ってもらうことにした。数日後、やっぱり怖さに耐えられなくなって、親友にも聞いてもらおうと思い、
連絡をすると、大丈夫、私も手伝ってあげるから安心してと言ってくれた。なんだったら幽霊かもしれないし、これはチャンスだなんて言ってくれて、なんだか気持ちが楽になった。翌日、親友と二人だけで会って話を聞いてもらうことにした。その日は友人の部屋で朝まで過ごすことにしたんだ。夜に親友の家まで帰る間、そういえば久しぶりにホラーが見たいねなんて言ってきた。こんな時になんて思ったけど、これすっごく面白いんだよってキラキラした目で言われたから、しょうがなく見ようということになった。そのホラー映画はホームビデオで撮影されたようなリアリティのある感じのホラーを何個も続けてみるような短編ホラーで構成されたものだった。話の内容はどれも面白く、食い入るように見ていた。するとある話になった時、どこかで見たような風景になった。これはそうだ、彼と行った山だ。そういえば彼も噂通りだと言っていたし、よく撮影に使われる現場なのかもしれないと思ったが、先を見るとそれは違かった。これが撮影されたのは私と彼が行った日だ。そこには私と彼が映っていたからだ。え、何これ？と親友に聞いてみると、逆に親友が驚いたようで、え、これそうなの？って聞いてきた。さらに先を見ていくと、付きまとわれていた場所ばかりが映る。これは間違いなくあの私に付きまとっていた人が撮っていたものだと分かった。あの人がこっちに向けていたものはカメラで、私のことを撮影していたんだと分かった。ゾーッとし冷や汗が、これやっぱり私だよと親友に言うと、大丈夫、私がついているからと優しく包んでくれた。こいつがどこの誰だかわかるかもしれないから見てみようということになった。途中で私の話は終わったようで、特に家に入られたとかそんな映像はなかった。次の映像になるとまたゾーッとした。今度は彼ばかりが映されていたから、遠くから監視しているような映像ばかり。そのうち映像がある場面で動かなくなった。彼と行った山のような場所だった。何か土の中から手のようなものが見えた。少しするとズームされて、よく手が見えた。え？これは彼の手？手につけている指輪をよく見ると、彼と一緒に買った指輪で間違いなかった。分かった瞬間、涙が止まらなかった。彼はこの人に殺されたと分かったから。親友に泣きながら抱きついていると、親友が突然大声で笑い始め、びっくりしたと言って優しく背中をさすってくれた。その瞬間理解した。これは全部親友と彼が仕組んだんだと。なんだ、もしかしてドッキリ？って聞いてみると、ちょっと待っててと言い、ドアを閉め足早に部屋の奥に行った。彼と一緒に親友がドッキリでしたなんて言うのかななんて思っていると、何かをずるずると引きずるような音が聞こえてきた。悪い予感がし、部屋のドアを開けてみると、え？私は混乱した。
おもちゃを買ってもらった子供のように彼を引きずりながら満面の笑みを浮かべている親友の姿がそこにはあったからだ。言葉が出ず動けないでいると、親友が一言、あなたがいけないのよ。親友は撮影カメラと包丁を取り出した。やっと夢が叶いそう。という、これは、リクエストいただいた唐突な終わり、そして永遠の始まりというすごいかっこいいタイトルのお話でしたが、では読んでいきましょう。過食症の姉。私の姉の話で、私自身が体験した話です。私の姉は過食症でした。高校2年の頃から姉はよく食べるようになりました。もともとよく食べる方だったのですが、間食も増え、1回の食事の量は2人前は当たり前。自発的に運動は少ししていたようですが、食欲は増すばかりで、今まで標準体型だったのが3年の夏にはどう見ても肥満体型に。それが過食症だと私は薄々気づいていたのですが、家族、特に母はほとんど姉に関心がなく、見て見ぬふり。姉はおとなしい性格で、母や父のせいもあり、学校や友達の話などはほとんど語りませんが、学校での成績は中の中、運動神経は中の上。友達は少人数ながらもよく家に連れてきたり遊びに行ったりと充実した様子で、誰に対してもいつもニコニコとしてよく接していました。ですが夏頃になるとそれが顕著になり、私が心配して、お姉ちゃん大丈夫？ちょっと食べ過ぎだよと言うと、え、何が？大丈夫だよ、大丈夫、後で運動するからと笑ってはぐらかすようになりました。母はといえば、まるまる太ってもなお際限なく食べる娘が醜くなったのか、お前は家を食いつぶす気か、それ以上その食生活を続けるなら家を出て行けと怒鳴りつけてしまいました。姉は少し悲しそうな顔をしましたが、反論することもなく、次の日からすっぱりと普通の食事量に戻りました。1週間経っても何事もなかったかのようにその食事を続けていたので、私も、あれ？過食症ってこんなにあっさり治るんだと思いました。しかしそんな簡単に治るものではありません。それから2週間ほど経った8月の夜中1時過ぎ、私は寝苦しさからか水を飲もうと2階の自室から1階のリビングに降りていきました。私は癖で電気をつけずに歩いていたので、リビングでライトをつけようとした時、奥のキッチンから物音と人の気配が、しかもうっすら明かりが、え、もしかして強盗？と思い、用心してライトはつけずにキッチンの方に向かうと、そこにいたのは強盗ではなく姉でした。姉は半開きの冷蔵庫の前に座り込み、一心不乱に何かを食べていました。クチッチッ、クチッチッとガムを噛むような音がしていましたが、ライトをつけるとそれが何かはすぐにわかりました。生肉です。母が買っていた焼いていない生の牛肉でした。しかも食べていたのは生肉だけではありません。座り込んだ姉の周りは鶏肉、生の野菜、ハム、生卵、マーガリン、
ソースやマヨネーズといった調味料。後ろの引き出しも開けられており、乾物類やホットケーキミックスなどの粉物なども散乱。そして姉が吐いたと思われるおびただしい量の嘔吐物が床一面に広がっていました。私はパニックになりながら、お姉ちゃん何やってんの、何食べてんの、どうしたのと姉の肩をつかんで、慌てて生肉を取り上げると、見たこともない完全に正常ではない目つきで私を見て、ん？ああ、大丈夫。大丈夫。と、口調だけはいつもと同じ、何気ない返事でした。どう見ても壊れた姉に、恐怖が限界を超え、私は泣き叫びました。助けて、や、お母さん、という言葉も出ず、ただ泣いていると、それを聞いた父と母が飛んできて、何これ、あんた何やってんの、おいどうしたと口々に説明を求められましたが、私は泣き続け、姉も以前と同じく少し悲しそうな顔をしてだんまり。その後また吐き戻した姉を見て、急いで地元の病院に駆け込み、すぐに姉は胃洗浄をされ処置を受けましたが、当然お腹に菌が入り、回復するまで入院と治療。母も父もようやく娘の異常性を認めたようで、入院退院後はそれまでの放任が嘘だったように姉のことを気にかけるようになりました。姉はというと、暴れたり暴言を吐くわけでもなく、その後もただ前と変わらずにニコニコと私たちに接していました。今までの異常性については、自分でもおかしいと思っていたよ、ごめんなさいと認める発言もあり、精神的な面の治療も順調でした。姉は進学のため勉強に励み、私も以前と同じ生活。少し優しくなった母と父とで、ありふれた日々を過ごしていました。そして、数ヶ月が過ぎた冬、姉は自殺しました。突然でした。その日は日曜で、姉は朝から夕方まで友達の家に遊びに行っていて、帰ってきて少しして、ちょっと友達の家に忘れ物をしたから取りに行ってくると出かけたのが最後でした。その前日も出かける前も特に姉には何の変化もありませんでした。以前より少し明るくなったこともあり、何の違和感もありませんでした。家から少し歩いたところにある山中で木にロープをくくりつけて首を吊っていました。倒れた足の台のそばに、ごめんなさいと書いた遺書を残して、それから葬儀などいろいろあり、姉の部屋はあまり触れられずあの日のままにしていました。落ち着いた頃、父母と話し合い、姉の部屋を片付けようということになりました。私が押し入れの中を整理していると、ごちゃごちゃに押し込まれたぬいぐるみや、いらなくなったものの中に、3冊のノートが隠されていました。質素な表紙には何も書いていなく、私は何気なくページをめくりました。そこには、今日は〇〇を食べた。〇〇も食べた。あそこへ行き、〇〇も食べた。もちろん、大盛り。ああ、お腹痛い。あれがまた、私の話を無視する。あのグズの話ばっかり聞きやがって。早く死ねよ。
いつもいつもいつも同じ場所に集まって気持ち悪い。虫以下、アリ以下、トラックとか突っ込んでこい。死ね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 。など、自分が何を食べたかなどの詳細な記載。私たち家族、か、学校やその他の関係者たちのこと細かな言動や恨み、つらみなどが赤いボールペンでびっしりと書かれていました。日記だったようで、ほとんど毎日全部のページを埋め尽くすほど書かれており、一番古い日付は姉が高校を入学した日でした。さらに、その一番古い表紙の裏には、まだ6冊あったけど燃やしたと書いてあり、もっと以前から書いていたことも示されていました。姉が死んだ最後の日の日記は、日付とページの真ん中に園児が落書きしたような絵柄で、自分がにっこりと笑って首をつっている絵が描かれていました。以上が姉の話です。今では私も両親を恨んでいます。そして姉があんな末路をたどったのは、きっと私にも責任があります。なので私もいつか姉と同じ死に方を選ぶつもりです。こちらはですね、リクエストいただいた、シャレコアの過食症の姉というお話でした。